バビロン城バビロンエジプト内の一バビロン城はエジプトのナイルデルタにある古代の要塞都市で今日のカイロのオールドカイロ地区に遺跡が残るナイル川右岸のヘリオポリスオムに位置している北緯30度で航海からナイルへ至るファラオ運河プトレマイオスの運河やトライアノスの運河とも呼ばれていたの終端近くにあるバビロン城の位置はゲイエジプトと中エジプトとの境界に位置し ナイル川を上り降りする船が通行料金を支払う場所であった。ティオドロスはエジプトのセゾストリス王の時代に捕虜のアッシリア人の反乱に対処するために最初に要塞を設置したとしている。その後、アケメネス朝時代のクテシアスはその起源をセミラミスの時代まで遡らせている。しかし、ヨセフスは前525年に行われた。 カンビュセス2世の遠征の時にバビロニアから一緒に来た人々の建設だとしている。古代ローマ人は赤と白の帯状のレンガを用いて新しい典型的なローマ式の要塞を川の近くに築造した。これが遺跡の一部として現在も残されている。バビロン城にはいくつものコプト正教会の最古の教会が含まれている。それは 城壁の上かその内側に建設された。これらはエルミューオレカと聖教会の聖ゲオルギオス教会を含む、その他の一連のコプト聖教会が近くにある。この一帯はオールドカイロ、あるいはコプトカイロ、マスルエルアティカと呼ばれ、市街の最も古い場所であり、要塞の遺構はカイロの最も古い市街の基礎となった建築物である。バビロン城はケイザーエル あるいは、キャンドル宮殿としても知られている。というのは、毎月月初めに、多数のキャンドルで要塞の塔が灯されるからである。人々は一つの塔から別の塔へ、太陽の動きを追うことができた。6つのコプト正教会と、コンバートとコプト博物館が、要塞の城壁の中に位置している。歴史家たちによれば、バビロンの名前は、バビロンとして知られる隣国の死の首都に起源があると。 される。別の歴史家は、古代のパープルハッピエヌ、インはヘリオポリスのナイルの家という言葉と関連があると指摘している。それは古代ヘリオポリス市に住むハッピ神に由来しているとする。ハッピーはナイルの神である。古代エジプト人は、この地が上、エジプトと下、エジプト、それを構成する二つの独立国の境界では、この地点から始まっているのだと気づいていた。 そこは全エジプトにとって戦略的要衝であり、古代メンフィス市は現代のカイロ市の南にあり、少なくともは二つの王国の統合の始まりから存在していた。これは二つの土地のバランスを考慮して考えられた地点だと言える。他の時代の多くの支配者たちはエジプトで他の場所へととを移したが、結局はこの戦略的地点に戻ってくることになったのだった。 伝統的には、ペルシア人が、全6世紀にこの地点に最初に要塞を築いたと、されるが、その時は、川のそばの断崖上に築かれた。ローマ人がエジプトを征服した時、彼らは、古い要塞をそのまま使う一方で、ナイルでの戦略的重要性を認識していた。水の補給問題を解決するために、ローマ皇帝トライアヌスは要塞をより、ナイル川近くの現在の位置に移した。 それ以来、ナイル川は、要塞の北400メートル地点を流れるようになった。アウグストゥスの時代に、バビロンは重要な都市となり、3つの軍団の司令部が置かれた。の父やインペリーには、バビロンは、第8ゲルマニア軍団の宿営地として、言及されており、町と要塞の遺跡は現在でもオールドガイロ、または、フスタートの北、ストラボンと 初期アラビアの地質著作者によって研究されている大水道の痕跡の間に若干見ることができる。アラビア人のエジプト征服の間に要塞は数ヶ月間包囲された後、641年4月に最終的に司令官アムルイブンアルイコールアースの前に陥落した。ありがとうございます。